Kチャンネルへようこそ。山内圭介です。さあ、この格好をしているということはお料理でございます。お家でパエリアができたらかなりテンション上がるなと。米料理の中でもパエリアは結構難しい方じゃないかって。これホットプレートで作ってみたいな。まあスペイン気分を味わいたいし、なんか白ワインとかもね、合うんじゃないかなって。というのはね、もう白ワイン、このパエリアはね必須なんですよ。魚介がメインなので、魚介には赤ワインというよりは白ワインのが合う。白ワイン入れればもう白ワインと一緒に食べたらめちゃくちゃ合う。頑張って作ってみようと思います。さあ、材料です。米は 2.5 合、イカ1杯、エビですね、10尾から12尾ぐらい、そしてアサリが殻付きの砂出しをですね、150-160g って23個、23個ぐらいで、150-160g だと覚えていただければ、家でいちいち測るの大変だから。あ、鶏もも肉1枚、それで玉ねぎが1個、そしてニンニクが3かけ分、でプチトマトが6-8個、まあ好きなだけ。で水煮のコーン、これ1缶です、 130g ね。赤パプリカと黄色パプリカ、これが1/2個から1個、もう1個使いましょう。もう白ワインが 150ml で、やっぱパエリアといったらこのレモンですよね。これ絞るとね、この柑橘のね香りとこの味わいが締めるって感じ。もう言いながら今よだれが出てきてます。で塩とか粗挽きの黒胡椒とオリーブ油を使ってやっていきます。さあ、じゃあまずはね、もう今日これ最後のクッキングかもしれないからよく見といてね。そういう気持ちで臨みます。イカが1杯、これ腹ワタ取ってます。でこれを1センチの輪切りにしていきます。1センチこのぐらいですかね。足がこんな感じですね。10本足がございます。2本ずつに切り分ける、こういうことね。こんな風にするんだ。はい、次はエビはですね、これこう切って背わた取ってますね。これも綺麗に尾の先を斜めに切る。そして鶏もも肉は食べやすい大きさにそぎ切りにしました。さあ、今度はお野菜をね切っていきます。プチトマトはヘタを取りましてね、これ半分に、縦半分に切ります。はい、切りました。おいしい。そしてこのパプリカね、それぞれ種とヘタを取って、はい、切れました。パプリカの味がします。それで次は玉ねぎ、にんにくみじん切り、こんな感じですかね。相当使うね、これ玉ねぎ。にんにくですね。材料を切り終えました。いよいよ待ってました、ホットプレートの出番でございます。でですね、もう一度その前に、まあ、パエリアって赤いイメージが あると思うんです。それはね、サフラン、これをあらかじめ熱湯に入れて色を出しておきます。でこれサフランはですね、どのくらいかったらもう一つまみで大丈夫です。サフランのいい香りがしてます。さあ、じゃあいよいよ焼いていきます。ホットプレートが今170度、中火ですね。そこにオリーブ油を大さじ3杯いってみます。もう分かる人は測らなくてもいいでしょう。オリーブオイルがなりましたね。今お腹が減りました。オリーブオイル、でもやっぱオリーブオイルね、たっぷりの方が美味しいですよね。これお好きに。そしてここに、さあ、いよいよ料理らしくなってまいりました。ニンニクを炒めます。あ、いい感じの火加減、香りが立ってきたなっていうところでね、鶏もも肉を入れるんですね。鶏もも肉、なんかさ、火がさそんな強くない感じするんだけど、
全然チュッと言わないんですけど。あ、音がしてきましたよ。よし、鶏肉を。両面をこんがり焼くからあんまり触らない方がいいね。いい感じ。これなんかいいと思うよ。うん、いいですね。はい、じゃあエビを入れます。あ、いい感じの色がついてきました。ホットプレート何がいいって、このニンニクが焦げないところがいいね。だいたい真っ黒、このぐらい焼くと真っ黒くなるんだけど、ちょっと火を強めましたよ。いいね、だいぶ賑やかになってきたね。でもここでもアサリも入れますよ。アサリを、おー、いいね、絶対美味しい。これアサリが開いたら一旦取り出すんで、ちょっとアサリ開くまで待ちます。アサリがなかなかいいこと聞かないですよ。ほら、こんにちは、こんにちは。ほら、ほらほら、うん、OK、 取り出しました。鳴ってます、お腹が鳴ってます。じゃあ入れますね、玉ねぎをね。じゃあここにお米、じゃあ入れます。はい、だいぶ透き通ってきました。そこに塩、粗挽き胡椒をします。少々で難しいよね。よいしょ、あ、いい香り。それしか言ってないね、さっきから香りばかり。それで次は白ワインを加えます。150、あ、いいね、大さじ4。酒ばっかりやん。塩小さじ1から、ね、はい、チキンスープも、ね、カレー粉小さじ1、結構入れるね。じゃあスープ入れます。でここで盛りましょう。じゃあひとまずこれで5、6分いきます。さあこれで一通り完成する時間になりました。なりました、ドン。あら、いいじゃん、おいしそうじゃん。食べてお米が硬かったら水を出すということよね。もうちょっとかな、3分やりましょう。ちょっとよし、はい、3分、はい、もう1回。見た目はかなりいいですよね。いい感じだと思います。じゃあここにパプリカ、コーン、もういいと思うよね、ムールが。急に出てきた感じ。じゃあ本当はムール貝を入れたかったんですけど、なかったんで、今日アサリでやってて、これ味付けのムール貝をちょっと飾りでのっけてみようかな。さあ、じゃあこれで保温にして、
5分から6分ね。よし。さあ、パプリカがいい感じに蒸されたんじゃないかな。開けてみますよ。ドーン、ドーン。いいですね。いい感じで湯気が上がってますね。レモンね、これでも完成ですよ。できました。ありがとうございます。じゃあ私代表して試食を、角ぐらいからね、エビからいってみよう。おいしい。もうね、柔らかい。じゃあこのご飯ね、おいしそうですね。ほら、うまーい。このサフランの香りがいいですね。バッチリよ。いいね、おいしい。これも口に入れた、おいしい。あとお好みでタバスコも、タバスコがいい、いいわ。タバスコ、お野菜もいっぱい取れるし、魚介も取れるし、いいね。大成功。ぜひホットプレートでパエリアお試しください。この K チャンネルに登録のほどよろしくお願いいたします。